った。私の、学んだ小学校の今は跡地になります。この石碑と二宮金次郎さんの銅像などはこの時から私が小学生の時からありました。ここに、校舎があって体育館も建て替えられたんですけれども、校舎の方だけは取り壊されてしまいました。ここは多分他の学校に通われた方からしてみたら狭いなと思うと思うんですけど、ここはグラウンドなんです。ここで、僕たちは野球とか、ドッジボールとかやってました。もう更地ですね。木造校舎が建ってて、6年生まで60人ほどしかいなかったので、そこに、各クラス分かれて勉強してました。僕の当時はの時はこんな体育館立派じゃなくて、今は書いてある通り、障害学習センターってなってるんで、何か災害とかあった時の逃げ込み場になってます。実に懐かしいですね。この校長先生が運動会の時とかにあそこに登壇されて挨拶とかをする場所がまだ今でも残されております。これはまだ自分が学んでた時にあった校舎の、残りです。ここら辺で、家庭科教室とか、こっちから非常口から入れました。ちょっと中を覗いてみましょう。あれ果ててますね。今は手前が図書室ってなってますね。まあ、もちろん使われてないですけど、はい、教室も場所が変わってましたね。こちらは今グラウンドのもう端っこの方ですね。結構荒れ果ててます。